毎度秋吉です。僕の地元埼玉県加須市にはクレープ屋さんが一軒もありません。はい、だからなんだっつう話なんですけど、クレープって定期的に食べたくなりません？ね、お子さんがいる方なんて特に、子供がクレープ食べたいみたいになりません？でもクレープ1個高いじゃないですか。500円600円しますよね。いいお店紹介したいと思います。埼玉県上尾市にあるこちらのお店、カフェドアルルさん。こちらでなんとチョコバナナ生クリームのクレープが1個300円で買えるみたいなので、ぜひ食べてみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。やってきました。上尾市にありますカフェドアルルさん。クレープが300円で食べれるとのことですが、ありゃりゃー、一番高くて400円ですか。人気ナンバーワンだというチョコバナナ生クリームを注文してみました。予想以上の大きさです。形が折りたたみ式なんですね。はい、カフェドアルルさんで買ってきてみました。チョコバナナ生クリーム、早速食べてみたいと思います。あのですね、形がね、こういうの想像しませんでした、みんな。こういうの、クレープ、こういうの。こういうのじゃないんです。ご覧ください。四角なんですね。はい。こう、四角なんです。まあね、これ、チョコバナナ生クリーム、ほんの大きくてね、300円。安くないですか？ 300 円ですよ。この300円。早速、いただいてみたいと思います。美味しいですね。皮がね、ちょっと厚めでもちもちしてますね、クレープの皮が。でね、ご覧ください、バナナが1本入ってます。まんま1本入ってます。丸ごとバナナでございます。はい。で、あと程よい甘みのチョコレートシロップと生クリーム入って、ご覧ください、めちゃくちゃこれ美味しいです。はい、いいですね。これ子供のおやつにぴったりだと思います。300円ですよ。これ何回も言っちゃいますけど、めちゃくちゃ安い。もうやっぱり美味しい。カフェドアルルさん、これ間違いないです。あー、美味しかったな。チョコバナナ生クリーム、もうあのボリュームで300円ですから、もうお腹いっぱいです。はい、普通の人ならね。はい、よし、配りにね、もう一個ゲットしちゃいました。実はこちら、外見じゃ分かんないですよね。こちら何だと思います？抹茶あずき白玉生クリームでございます。何て言ったら抹茶でしょう。こちらも食べてみたいと思います。まあ、見た感じちょっとさっきのクレープよりはちっちゃめなんですけども、はい、いただいてみたいと思います。抹茶あずき白玉生クリーム、いってみます。うん、やっぱりあの生地は厚めでございます。はい、もちもちしてて美味しいです。生地は厚めで、で生クリーム先のさっきのよりは多めですね。はい、抹茶も結構入ってまして、はい、白玉もね、でかいのが一発そのまま入っております。うん、ほら、白玉、これも間違いないです。抹茶あずき白玉生クリーム、はい、日本人なら抹茶だろう。これで350円、安くない？さっきのチョコバナナ生クリーム300円、この抹茶あずき白玉生クリーム350円、2個買って650円。カフェドアルルさん、安すぎ、そしてうますぎ、最高でございます。はい、ということで行ってきてみました。埼玉県上尾市にあるカフェドアルルさん、ご覧になりました？300円のチョコバナナ生クリーム、ちっちゃいと思ったでしょ。300円だから、めちゃくちゃでかかったでしょ。あれで300円ですよ。もう超お買い得、そしてめちゃくちゃ美味しい。あのバナナなんてね、1本入ってましたからね、超贅沢。それで300円はクソ安かったっすね。あと抹茶あずき白玉生クリーム、こちらも食べてみましたが、ちょっとこちらは甘さ控えめで、またこれもとても美味しかったです。はい、埼玉県上尾市にあるカフェドアルルさん、皆さんもぜひ行ってみてください。めちゃくちゃおすすめです。めちゃくちゃ安いです。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。 Thank you。 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ